ぶあ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 ぶエッチな。何これ、ロミジキですか。じゃあね、今日はね、少女回線シャオニュウホイちゃんじゃシャオニュウホイちゃんをね遊んでいきたいと思います。やったー、ありがとうみんな、シッシュたちゃんこのね、もうね、見るからにはもうエッチなゲームなんですけれどもね、これね、舞台がね、三国時代らしくてね、もうみんなの方がルミよりなんだから、なんか悔しそうな感じもする。昨日確かボスもやってたんだっけな。ね、ボスの配信めでた人はちょっと2回目になっちゃうかもしれないんですけど、まあ、ルミちゃんバージョンもお楽しみくださいませ。ということで、今ダウンロードしてね、ルミちゃんのコメント欄のURL からね、飛んでもらうと、抽選に参加ができるそうです。で、その抽選で当たると、15万円。円じゃないね。台湾ドルね。台湾ドル。ニュー台湾ドルってやつですな。みんなね、参加するのはタダだから、みんなぜひ、ルミちゃんの URL から飛んで、お金もらってきてください。なぜか、ボスに、これルミできないのって言ったら、ルミ多分無理なって言われて、なんで配信画面のね、こっち、ちょっと見える。こっちの URL、違う。QRコードからね、ダウンロードできるらしいので、みんなよかったら、ダウンロードしてるみちゃんと一緒に遊んでみてください。ちょっとクリックしちゃったので始まってた、ちゃったんですけど。では、ここから、ストーリーがスタートということで、一緒にやっていきましょうかね。シャオニュープレイ、ファンチーブレイ。ルミちゃん、ボスから話を聞いたところ、ルミちゃんは英雄らしいので、英雄。みんなも英雄になれるらしい。そう、過去に戻ったわけよ、ルミちゃんは。三国時代ですよ。三国時代。ここはどこ？私は誰状態ですね。真っ暗だぜ。影が二つあるぜ。ここはどこ？俺は誰？ああ！これは、この最初のキャラを選ぶわけなんですけれども、猫とネズミが仲良くしている。え、これさ、これ女の子が女の子抱っこしてるのがもうやべえよな。なんでこんなエッチ？別にさ、これさ、おっぱいが見えているわけでもなければ、お腹が見えているわけでもない。ただ女の子と女の子が一緒になって揺れているだけなのに、どうしてこんなにエッチ？可愛い絵が揺れてるってそれだけでエッチだよね。何言ってるかわかる？つまりルミがエッチってこと。どっちにしようかな。これは、シャオイエンちゃんと、ドンバイちゃんだっけな。いや、でもルミはやっぱ猫だからね。ルミ、白い髪にさ、赤い目の子めっちゃ好きなんだけど、わかる？白髪赤目めっちゃ良くない？めっちゃ好き。みなせいのり先生！ちょっと叫び声で声聞こえなかった。ここは、私は結構自信があります。そんなに乱暴にしないでください。乱暴していいってことですか？え、しかもこれさ、これ読み方合ってるかな？この木戸あかりさん合ってるかな？読み方。この方あれよ、みんな。ねずこだよ、ねずこ。だじゃ、ずだま！ねずこの声優さんよ。知ってるか、みんな。もう一回聞く？なんかめちゃめちゃに聞こえるんだけど。ブハ戦闘準備？これ某 VTuber に見えてくる。侵入者。危険。こいつ、殺す。やばいのいる。殺される。私の後ろにいて、みたいな感じ。私があなたを守りましょう、みたいな感じね。この子結構なんか、あれだね、謎キャラ的喋り方するね。あ、戦闘開始！あ、すごい！自動だ。あ、見てスキップもできるし、早送りもできるなるほどこれが放置プレイ放置する時間すらなくて、草スキップできるやん。戦闘スキップできるやん。しかも結構簡易的な戦闘画面だったね。マジでこれは美少女をめでるゲームって感じだね。助かる。かわいい、これ。え、これさ、あれみたいじゃない？ブンブンチャ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 あば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 。なんかもういっぱいもらえるね、これ。回収。これも置くじゃん。
めっちゃもらえるね。はい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 。これもらえるってこと？これ。はあ。あ、来た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 。あなたの世界についてこないかって。それは多分。何これ。まだ言わなければならないことがある。はーい。ってか服足を触るとこれなんだ。大丈夫。お腹がいいね。お腹が。思い出しただけだから。これがさっきの子だよ。ほらみんな。さっきのガチャの。こんなことをしたら私もエンジェルも怒っちゃうよ。私もエンジェルも怒っちゃうよ。イルカ？エンジェルがあなたを気に入ってるようだね。エンジェルってイルカがエンジェルってことか。かわいい。この子めっちゃかわいい。ロリーロリー。かわいい。てかこのランドセルめっちゃかわいいんだけど。なぜ手をつながなきゃならん。ツンデレだったツンデレだった。お兄ちゃんとかそっち系だと思ったのに。え、電車走ってんだけど今。え、貴様それは犯罪だぞ。飛んだ。かわいい。警告。貴様それは犯罪だぞ。かわいい。タコ？何このエッチなのは。この衣装を着れば戦力が上がる。騙されんぞ。普通にチーターで草。普通にチーターやん。テニスのめっちゃチーターじゃん。かわいい。かわちいね。見てこれかわいい。はあ、かわいい。眠い。この格好は暖かくて気持ちいい。新衣装助かるのはやめろ。下はその楽な格好で寝るのが好きなの。かわいい。てか喧嘩してるのはかわいい。このメイドさんめっちゃ気になる。かわいい。おっぱいえぐー。ここのビップになりますか。違う体験ができるかもしれませんよ。メイドさん。でもこの子になりたい。いらっしゃいませ、ご主人様。あは、お風呂にする、ご飯にする、それとも、あったち、うん、オムライス食べる。はい、おいしくなれ、むむぎゅ。わ、めっちゃいち。とても、かわいい。声が。これ以上言うなら、殺すからね。殺される。こんなエッチなポーズで、おパンツ丸見えよ、おパンツ丸見えよ。まあね、こんな感じで本当に本当にたくさんのキャラクターがいるのでね、みんなもよかったらダウンロードして、左上のね、QR コードとか、あとルミちゃんの固定の URL からね、ぜひぜひダウンロードしてくださいませ。今はなんと15万円が当たるかもしれない抽選をやっておりますので、みんなふるってご参加くださいませ。以上